中山香織です。いやー、柿つば記念ね、2列目3列目で決まっちゃいまして、的中ならずですっごい悔しいです。はあ、でも気を取り直して頑張ってまいりたいと思います。この動画では園田競馬場で開催される兵庫チャンピオンシップの3連複予想ということで、本命に選んだのが7番ベラジオソーダラブです。今回中央の競合馬が揃ったので、かなり苦しい戦いとはなりそうですが、前走の菊水賞を1馬身半突き放す競馬で優勝したように、その馬競馬ではトップクラスの実績がある馬と言えるので、このメンバーが相手でも善戦できる可能性にかけて、今回は本命で勝負したいと思います。鞍上にも田中学騎手が予定されており、これまで結果を残してきたコンビで園田競馬の実力を披露する騎乗に期待したいと思います。今回は3連複一等軸中の軸馬に7番のベラジオソノタラブから2番キリンジ、3番サンライズジーク、4番マルカラピット、6番ミトノオ、11番名勝オーロラ、以上の5頭に流した3連複10点で的中を狙いたいと思います。競馬カフェでは平場予想をサイト限定動画にて配信しております。皆様からの会員登録とご来場をお待ちしております。中山香織でした。